偉そうなスライム。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。まあ早速寝るんやけどね。こうして監獄島に連れてこられて4日が過ぎた。空っぽ島にルルたちが待っている。いつまでもここにいるわけにはいかない。アイナは島から脱出できずに胸にそっと目を閉じた。お、ついに脱出できる？もしや。はい、おはよう。起きろ囚人ども、朝の点呼の時間だ。さあ再び向かいますかね。いつものようにローチで広場へ行け。少しでも遅れたら懲罰棒送りだ。いつも懲罰って言いそうになるんよね。さあ向かいますか。で今日は無駄話をしていたら懲罰棒に入れられちまう。向こうへ行きな、しっし。僕はキャベツが燃えたことが忘れられなくて、昨日は全く眠れなかった。うん、その点君は随分伸びやかな顔をしているね。あんなことをさせられたのに。ピルダがみんなで作ったものを破壊するなんて、もう僕は何を信じたらいいのか。自分で望んでやったんじゃないからさ。しょうがなくない、うん、そんな責められましてもね。はあ、なんだか昨日から何もやる気がしなくなっちまったよ。まあ俺にはやる気を出すとっておきのブツがあるんだけどな。へへへ。え、大丈夫？ああ君たちか。もう僕らがいくら頑張っても無駄なのかもしれないな。何でも脱獄王とかいう人もこっからは逃げ出せなかったっていうし、いっそのことハーゴン教に入信しようかな。脱獄王って誰？いやー昨日からとってもすがすがしい気持ちだよ。何かを捨てるということ、自分を縛るものを壊すということ、それがこんなにも気持ちがいいことだったとは。さあ君も早くこっちにおいで、一緒に楽になろうよ。一人だけめちゃくちゃテンションが違うんですが。うん、これで三号房の囚人は揃ったな。昨日は素晴らしかった。皆が作ったキャベツが燃え上がる光景、私も見ていたぞ。自分が作ったものを自分の手で破壊する、これ以上崇高な行いはない。さあ今日も腐りきった自分の心を破壊すべく公正に励むのだ。でももう女神像を破壊した人とかはどうなるんやろうね。次は6207番、6208番、何をしている、早く畑に行け。貴様らのゆるゆるとした目と反抗的な目がいつまで持つか楽しみだな。いつまでも持ちますよ、だって脱獄するんですから。さあ今日は何をすればよろしいの。さて6207番、今日で貴様が来てちょうど5日目だ。今日から貴様にはまたこの畑でキャベツを作らせてやろう。ああ、今度は一気に渡してくれるんやね。以前は簡単に作業をこなしていたからな。今回は最初から32個の種を畑に植えるのだ。さあ早く仕事にかかれ、終わったら私に報告するのだ。了解でーす。こっちに畑は作らないの。うん、またここに積み藁が。まあとりあえず植えていきますか。よいしょ。はい、オッケー。飲み物とかはどうしようやろうね。はい、植えたよ。どうも。うん、6207番、まさかもうキャベツの種植え終わったのか。うん、素晴らしい。早くキャベツを燃やしたくてうずうずしておるんだな。ふっはっは。では貴様には褒美として自由な時間を与えてやろう。人間は時間を持て余すと、おのずと己のことを考えてしまうもの。公正に励む囚人にこそ、自由な時間が必要なのだ。さあ、6207番。せいぜい退屈な時間の中で、己の無力さを噛み締めるがよい。自由時間もらった。脱出しよう、脱出。ち、偉そうに。何が褒美だ。だが、確かに退屈な時間があると余計なことを考えちまうな。そういや、俺は結局、どこからどうやって空っぽ島に来たんだ？そしてどうして俺だけが物を作れないんだ。何、変なことに考え巡らせ始めたら、あの監視の思うツボだったと。ち、確かにお前の言う通りだな。危なかったぜ。そうだ、そんなくだらないことよりここから脱獄する方法を考えようぜ。ここにいる囚人どもなら脱獄の方法を知ってるかもしれない。あいつらに話を聞いて回るんだ。知っとったら脱獄しとるやろ。え、この監獄島のことをいろいろ聞きたいだって。この畑の連中は最近監獄島に来た人たちばかりだからね。事情に詳しいのは倉庫版のモンバー、元井784番だ。
もし君たちが自由時間なら話を聞きに行ってもいいんじゃないかな。ふんふん。え、この監獄島から脱獄したい、何か手はないかだって。なんて恐ろしいことを言うんだ。そんなこと口に出すだけで懲罰房送りだよ。懲罰房には凶暴な大きな人がいられているらしい。そんな魔物の隣になんか入りたくない。君たちは自由時間かもしれないけど、僕たちは労働の時間なんだ。もうあっちへ行ってくれ。ふう、今日はなんだかやる気が出ないぜ。この時はハーゴン兄弟の魔物の心すら奪うとっておきのあれを読むことにしよう。何あ、なんだ、危ない薬じゃなかったんや。教団がどのようにして人間を信者にするか教えてあげよう。それは人間に一時の希望を与えることさ。彼らは人間を泳がせる。もうすぐだ、もうすぐなんとかなる、そう思わせておいて一気に潰すんだ。思えばあのキャベツ畑だってそうだったよね。人間に絶望をもたらすには効果的なやり方さ。これは奴らのいつもの手口なんだ。まあ別にキャベツが燃えたところでって感じやけどな。ちょっと私、なんか私自身が作業したけど、よくわからない。あんたたち、随分のんきに歩き回っているね。ここは監視は厳しいが、思いのほか自由な時間が約束されているのさ。それも連中の狙いなんだろうがね。狙いだと？厳しくしすぎても、兄弟への反発を生むだけだろ。アメとムチを使い分けておるのさね。して、あんたら私に何か用かえ？うん。この監獄島を抜け出す方法を知りたいとな。お、なんか奥にスライムがおる。言っただろ？この監獄島から決して抜け出すことはできないって。いくらあんたがビルダーでもこればっかりは。ビルダー？あれは？お、スライムが仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間になろう。スライムか。この島にもいたんだな。ふん、このスライム、あんたに興味を持っておるようじゃ。なんと趣味の悪い。ものは試しじゃ。あんたにこれをやろう。何しに？え、魔物使いの指輪？やった。魔物と仲良くなろう。帽子かと思った。それは私が監視に取られないように隠しておいた指輪さね。魔物使いの指輪を持っておれば、魔物の餌を使うことができる。さあ、このスライムに私の胸元で温めておいた魔物の餌を使ってみ。胸元で温めとく必要はないけどね、別に。魔物の餌を手に入れた。魔物を仲間にしよう。一部の魔物は倒した後起き上がり仲間になりたそうにしていることがある。魔物の餌を渡す仲間にできるぞ。おー、ビルダーズでもそんなことが。はい、どうぞ。スライムを手なずけた。なんとスライムが仲間に加わった。やったね。このスライムはどこからやってきたの？ちょっとよくわからんけど。え、囚人じゃないよね、別に。名前？どうでもいい。え、めっちゃくちゃどうでもいいんですけど、これ終わりにしたら勝手につくんかな、名前。違う？うわ、違う。マジか。じゃあちょっと、スラリンにしようっと。ありきたりな名前。スラリン。はい。なんとスラリンがついてくるようになった。ほう。魔物に餌をやって仲間にしたのか。なかなか面白い方法だな。ありがとう、人間さん。プルプル、僕悪いスライム、ん？僕悪いスライムじゃないよ。なんて言うと思ったか。俺様の名は、スライハルトってんだ。勝手に変な名前つけてんじゃねえ。だがま、スラリンってのも悪い名前じゃねえ。あんたの好きに呼べばいいさ。いいんかい。そうか、このスライムあのマーカスに懐いていた。なあ、あんたビルダーなんだろ。俺が脱獄で手助けをしてやんぜ。ビルダーと俺様なら絶対できる。めっちゃ偉そうなスライム。スライム風情が偉そうに。目つきの悪いあんちゃん、こいつの出しなんだろ。俺様があんたも逃がしてやるぜ。脱獄ってのは太陽の下でやるもんじゃねえ。今日の夜から作戦開始といこう。もし夜まですることがねえなら、あそこのベンチで休みはいい。座ってりゃすぐに夕方になるぜ。さて、俺様がうろちょろしてると監視様に怪しまれちまう。夜になるまであんたの袋の中に隠れさせてもらうぜ。変態。あのスライム一瞬で隠れやがったな。ずいぶん器用な奴らぜ。さてと、あいな。スライムが言ってた通りに、ベンチに座って夕方を待つか？待とう、待とう。何もすることがないってのも退屈で我慢できないぜ。どうするあいな。ベンチに座って夕方を待つか？待ちましょう。わかった。ここに座ってこれからどうするか考えをまとめておこうぜ。
し、今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。朝も構成だ。監視から夕食をもらうのを忘れるなよ。さあ、それじゃあ帰りますかね。5932番、夕食だ。受け取れ。さあ、私にも。で、指導は？また夕食はないの？また夕食抜きか。なるほどね。あー、ちょっと急にダッシュで行かないで。おー、間に合った。うー、独房に戻らないと。やったね。なんかちょっと感激。はい、左に曲がります。あの人めっちゃ猛ダッシュで帰りよったけんね。追いつけんかと思ったけど。やっと話せたわ。他の人はちょっとおらんけど。大丈夫？あの人ついてきよる？います？あ、おるおる。さあ、自分の牢に入れ。朝まで出ることは許されない。いよいよ脱獄に向けて動き出す夜だな。あの生意気なスライムがどこまで役に立つかわからないが、なんとか脱獄して島に帰ろうぜ。実はな、あいつらに任せてきたピラミッドのことも気になってるんだ。見るぜ、オンバーあたりは俺が演説サボるかもしれないからな。6208番、何を無駄口を叩いている。オンバサボるんかな。ひとまず後のことは任せたで。あのスライムと脱獄の手がかりを探すんだ。さあ、囚人ども、さっさと自分の牢に入れ。スライム付きですが。牢屋の扉に鍵がかけられた。さあ、とっとと寝るんだ囚人ども。明日も楽しい構成が待っている。6207番。おい、6207番。お、スラリンが。今は寝てる場合じゃない。あ、なるほどね。何を脱ぼうとしてやがるんだ。あんたこっから抜け出してんだろ。実はあんたのこの部屋はちょっとした仕掛けがあるのさ。ほらほら、部屋の中をよく調べてみな。手がかりを探そう。ここか、もしや。お、これじゃね？あれ？違うの？え、壺？壺かな？これですか？なんもないやん。おうおう、いいところに目をつけたな。あ、マジで？で、そのベッドどうにかできないのか？は。おうおう、ベッドをどかしたんだな。あんたなかなか勘がいいぜ。で、下に何がある？そこの地面、あんたならどうにかできるんじゃねえか。やっ、はっ、ほっ、やば、やば、拳が壊れた絶対今。おうおう、ベッドの下を掘って隠された穴を見つけたな。おっしゃ、早速下に降りてみようぜ。よし。お、地下室に出たか。ここは俺の古いたちがコツコツ掘ってた穴だな。あ、じゃあ脱獄した人がおるんや。そこの壺にヒントがあるぜ。まずは中を調べてみやがれ。うんこじゃないよね。猛烈な匂いがする。かなり汚れた壺だ。手を突っ込んで中を調べますか。絶対嫌。見つからんのかい。ちょっと待って、これどっちのことやろ。こっち？ふんふん、調べます。なんと壺の中から汚れた紙切れを見つけた。何かのメモを手に入れた。びっくりした、トイレットペーパーとかじゃないよね。おうおう、見つけたか。そんな汚いもん高々掲げやがって。そんじゃあそいつをそこの板のテーブルに置いて何が書いてあるか読んでみな。ふんふん、あ、これテーブルなんや。椅子かと思った。はい、おらおら、何が書いてあんだ。脱獄計画。私は世界中の牢獄を脱獄してきた男、人呼んで脱獄の王。え、脱獄しとん。私は今夜、誰一人抜け出たことのない監獄島からの脱獄に挑む。懐いてくれたスライムを島に残していくのは残念だが、私は脱獄の王。脱獄こそ私。私こそ脱獄なのだ。ちょっと何言ってるかわからない。私は必ずやり遂げる。しかしもし、道半ばで倒れたら、誰かが私の意志を継いでくれると嬉しい。脱獄王マーカス。道半ばで倒れたんかな。脱獄王マーカスはわざとハーゴン教団に捕まって、この島からの脱獄に挑んだ。もう喫水の脱獄王なんやね。しかし脱獄は失敗に終わり、奴はそのまま行方不明になっちまった。つらっ。俺様は脱獄王マーカスに憧れててな。あいつの意志を継ぐ奴を待ったんだ。
なら6207番、俺様と一緒に監獄島からの脱獄計画を成功させてくれねえか。もちろん。こうしてそう来なくちゃな。え、てか指導はどうなった？そんじゃ監獄島脱獄計画のスタートだぜ。ミッションスタート。すごいのんきな音楽やけど。で？だがな、思いっきり出花をくじくが、早速問題ありなんだ。この島は荒れ狂う海の中にある。もし牢獄から脱出できても、船がねえと脱獄は成功しねえのさ。何？船ごと教団と捕まったらと？こいつはいい。その島がし、ん？その船が島のどっかに残されてりゃ、そいつを使って脱獄できんな。それにしても、船での航行は教団が禁止してるはずだぜ。あんた緩い顔してやることやってんだな。よし、船はどうにかなりそうだ。あとは牢獄から出ることを考えるとしよう。ここにはマーカスが作った抜け穴があるはずだ。それでも壊せる砂の壁を探してみてくれ。ふんふん。あ、じゃああれ砂の壁やったんや。なるほどね。ここか。違う。つら。砂の壁？痛い。あ、これじゃない？ここや、ここ。あ、これや、これこれ。おお、砂の壁を壊したんだな。あんたいい拳持ってんじゃねえか。道はまだ続いてるみてえだ。先に進んでみようぜ。あ、これ表に出たわけじゃないんやね。こっちか。とりあえず壊してどんどん進んでいってみよう。あ、ここ外に出れそう。はい、来たー。んで？なんか水の音が聞こえる。あ、水やね、ここ。ここも壊せそう。でもさ、結局そのマーカスと同じ道を辿ってったら、捕まるんじゃない？違うの？違うんすか？なんか明かりがある、この辺。あとは、ここか？え？違う。こっちか。いや。あれ？違うな。え、どこ？え？あれ？何？どこ？ないんですけど。これ？あ、木も壊せる。なるほど、そういうことか。よいしょ。え？びっくりしたー。あ、違う人の独房にたどり着いた。おお、ここは。建物の中に出たな。何があるか調べてみようぜ。返事がない、ただの屍のようで。え？え？なんで？え？あの二人じゃないの？え？違う人？え？怖っ。なにここ。いけない、いけない。どこから出れるんだ、これは。あ、これか？扉。扉じゃないな。ここに縦札が。看板に文字が書かれている。これは天国の炉。追いさらばえて死んだ者。運悪く死んでしまった者はここで弔われる。死して剣士となり、ハーゴン様に仕えるのだ。書かれた文字はここで終わっている。天国の炉か。名前だけは救いがありそうだが、こんなところで終わりを迎えるなんざ、まっぴらごめんだな。でもあの宝箱が、あの宝箱取れないの？え、上がれんやん、ここ。マジで？そういう感じ？あとは、あ、ここに扉が。え、これ船長じゃない？ほらほらほら、船長やん。こんなとこにおったんや。あ、ここは。うわ、なんだこいつ、死体じゃねえのかよ。うおー、アイラさん、よくぞご無事で。こいつどうやらずっと眠っていたらしいな。死体だと思われてここに入れられたんだろう。あ、遺体安置所ってことここ。ここはどこでやすか？足の大事な船はどこでやすか？この死に損ないがあんたの船、船長だな。おっしゃ、船長も一緒に来い。この建物の中をもっと調べるんだ。うん。急にキリッとしたね。これもただの屍か。なるほどね。どこに行けばいいんやろ。ここからは出られないらしい。あと調べるのは、あ、こっち？階段がある。こ
この上にきっと何かが、あ、出られるか？鍵がかかった扉か。くんくんくん。この匂い、外はすぐそこみてえだ。ここは開けられりゃ外に出られそうだな。脱獄には色々と準備がいる。ここから出入りできれば便利なんだが。何？スライムに鼻があったとは驚いただと？そこ。おいあんた、気にするところはそこかよ。あんたはいまいち緊張感がねえな。ん？今何か？やべえ、監視だ、隠れろ。どこに？いや、隠れれてねえ。人影が見えた気がするが。え、隠れれてるの？え、監視？あ、なるほど、そういうことか。なんだ、猫か。ふぅ、間一発だったぜ。え、こいつ隠れてないよ。すげえとぼけた顔してこっち見ようだけど大丈夫な。よし、今日のところはここまでにしておこう。忘れんな。俺様たちは囚人なんだ。朝になる前に牢屋に戻ってなきゃならねえ。ひとまず、ここの扉を見つけられたのは収穫だったな。あとはどうやって扉を開けるか考えよう。ただ今日のところは、あの地下道を引き返して独房に戻るんだ。時間制限ある感じのやつ。え、めんどくせえな。あ、でも、時間経過してないやん。大丈夫じゃね？とりあえず。それにしても、アシラが監獄島なんてとこに入れられちまうとは。アイラさん、実は前から聞こうと思って聞けなかったことがあったでやす。ハーゴン教団はロトの血を引く三勇者が倒したんでやしょ？どうして行く島、ハーゴン教団がのさばってるんでやす？残党って言われに勢力が強すぎでやす。おいおい、船長さんよ。船長って決まったセリフを吐くもんだろ？あんたちと個性が強すぎんぜ。ああ、そういや、足の船はどこにあるんでやしょう？あの船は足の相棒なんでやす。アイラさんにとっての指導さんなんでやす。すぐに探しに行くでやす。だー、うるせえ船長だな。いいか、脱獄するためにはあんたとあんたの相棒の協力が不可欠だ。分かったら死の子の言わずついてきな。アイナさん、このスライム口が悪いですね。アイナさん、口が悪いのが好みでやすか？そういうことじゃないやろ。やすやす、うるせえんだよ。いいから俺様についてきやがれ、やす。あ、映った。やす、何それ、語尾？そんじゃあ6207番、俺様とやす船長を先に戻ってるぜ。やす船長になった名前。元来た道を戻って、独房の地区まで来てくれ。ほいほい。てか、なんで先に行く？一緒でよくね？帰りまーす。いやー、遠いよー。めっちゃ遠いよー。戻っていくのめんどくさいね、わざわざ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こっちか。はい、帰ってきたー。うまくいくように祈ってるでやす。でも船長はどこにおればいい？死体やと思われとったんやろ？独房におってもおかしいよね。今日のところはこれで終わりだ。最初の下調べにしては上出来だったぜ。まず独房からは外に出られない。だがこの通路から焼却場に行けば外に出られる可能性がある。ってことはつまり、あの扉を開ければいいんでやすね。そうだ、鍵さえあれば扉を開けて外に出られるだろう。それじゃあ、あそこの扉を開ければ、もう脱獄は完了なんでやすか？バカ野郎、そんな簡単なわけねえやろ。扉を開けるのは地下を掘る準備のためさ。運まで出るにはどっちにしても、この地下道を掘り進めなきゃいけねえ。だが、素手で掘るには限界がある。そうでやすか。あの扉から外に出て、地下道を掘る方法を探すんでやすね。おう、やす。なかなか物分かりがいいじゃねえか。伊達にひげ面じゃねえな。そのためにも、まずは、あの扉の鍵をどうにかして、あそこはあんたに任せるぜ。そろそろ夜明けが近そうでやす。足はサラリンさんとここにいやす。指導さんによろしくでやす。てか、ご飯大丈夫なん？牢に戻ったら床を皿で埋めて、わらベッドを置くんだ。地下道のこと、監視にバレねえようにな。了解。さーて、どこだ？こっちか。え？どこ？こっち？あ、これか。どうやって、あ、オッケー。ふぅ。さあ、埋めますか。よいしょ。よっしゃ、それで床の穴を塞げたな。それならバッチリだ。あの脱獄王マーカスがどうしても果たせなかった脱獄の夢。ビルザーの あんたとならきっと果たせる。6207番。いや、アイナって言ったな。一緒に必ず脱獄を成功させようぜ。スラリンも一緒に行くんかな？ちょっとよくわからんけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかさ、地下からここまで聞こえるぐらいの声の大きさで喋りよったら外まで聞こえるくない？大丈夫なのあれ。